そう信じております。皆様のその思いでしょう。看護師さんの指導力、そして自衛隊で使われたその力を、万が一東京で大きな災害があった時に、まさにこの東京を守るために、日本を守るために、玉神さんが第一線で東京都知事としてこの東京を守ってくださると私は信じております。そのような意味でも玉神敏夫が今東京都知事に立候補したということは東京の救いです。日本の救いだと私は思っております。はい、ありがとうございます。玉神さんはこの国は素晴らしい国だと、この日本の歴史は素晴らしい国の歴史だと、そのような論文を書かれました。残念ながらそのことによって更迭されましたけど、しかし正論をしっかりと述べる方、歴史を見据えてしっかりと語る方、正しいことをひるむことなく語り続ける方、それが玉神さんです。皆さんご存知の通りです。政治の圧力に負けません。ありがとうございます。自民党でも民主党でも女性と男性と何党でもない、男性青神さんは東京です。東京を守る人です。日本の愛国者です。女性の場合はどうなるのね。そのような人に私はやはり東京都知事にぜひなっていただきたい、心からそう願っております。皆様のご支援をいただきたいと思います。記憶あるけど、今東京都知事にはいろいろな方の名前が出ております。ありがとうございます。それぞれキャリアのある方の名前が出ております。ありがとうございます。お願いします。脱原発なることを共謀して出ようとしている人もいるようです。脱原発、はい、ありがとうございます。議論を大いにすべきだと思います。しかし脱原発として東京やっていけるのか、バッテンつけたいですよね。きちんとした原発の安全と再稼働を考えなければならないんじゃないでしょうか。こういう議論を正面切ってできるのは玉神敏夫以外におりません。エネルギー政策、この東京のエネルギー、大変なこの膨大なエネルギーを使ってます。このエネルギーをどうするのか、原発なくしてどうするのか、脱原発でいいのか、そういう議論を正面切ってできるし、そのような知事は玉神敏夫さんにおいたほうがないと私は思います。そしてこの東京、歴史のあるこの東京、江戸時代からずっと続いてきた日本人の心のふるさとです。番組さんは東京強靭化プログラム、すなわち災害に強い東京を作る、これは単にさまざまな最新建築や交通の整備だけではありません。強靭化、強くなるということは人です。警察、消防、そして自衛隊、いざという時にそういう人がこの東京を守る、都民を守る、日本人を守る、そのような意味での東京強靭化プログラム、これを玉神敏夫ははっきりと打ち出しています。まさに東京を強靭にする、都民と一緒に、国民と一緒に、この国の中枢を強くしていこう、国土強靭化、これとつながっていくと思います。そして歴史のある江戸以来のこの文化の都市、大江戸博物公園、そういう構想も玉神さんは持っておられるようです。この東京を近世以来の日本の文化をもう一度身近に感じられる、オリンピック・パラリンピックで外国の人が大勢来た時、近代都市、新しい都市の顔とともに、まさにこの国の歴史そのものを江戸以来の文化都市としてのこの東京を見てもらいたい、そのような具体的な大江戸東京公園、この東京の新しいプランニングを玉神さんは打ち出しておられます。このように具体的な、そして最も必要なプログラム、ビジョンを玉神さんは持っておられます。青は男性です。このような方に私は東京都知事をやっていただきたい、心からそう思っております。
どうぞ皆さん鴨上敏夫を応援してください。この東京の再生、そして日本を取り戻すために鴨上敏夫を応援してください。鴨上さんを共に盛り立てて選挙戦を戦ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。富岡浩一郎さんでした。ありがとうございました。現代の文化都市東京という言葉もありましたけれどもね、鴨上敏夫は本当にいろんな政策を考えております。これから少しずつ皆さんにもね、いろんな面をしていただけたらと思いますが、ここで再び頑張れ日本全国、はい、報道委員会幹事長で映画監督そして脚本家の水島悟よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。改めまして皆さんこんばんは。私は鴨上敏夫をまずどんな人間かといえば一言、侍であります。鴨上敏夫は侍であります。もしかしたら本当の意味でラスト侍かもわからない。そしてもう一点、人情の人であります。人の情け、人の苦しみや悲しみを最も理解し、私たちが人の世の悲しみを共に分かち合う東京を作りたい。喜びを共に分かち合う、喜びも悲しみも共に分かち合う、一人ぼっちではない東京、心のふるさとを作りたい。彼が航空幕僚長として、先ほど皆さんがおっしゃったように卓越した行政能力、統治力、指導力、部下にこう言いました。自由にやれ、日本国の自衛隊員として誇りを持って自由にやれ、それで失敗するのは構わない、責任は全部俺が取る、こういう上司を私たち欲しい、こういう上司でいたらいいな思うんじゃないでしょうか。鴨上はむやみに公務員の批判をしません。公務員を叩けば公務員や役人はダメだ、役人はなっとらん、それだけ叩いてれば喝采を受けた、そういう時代は終わったんじゃないでしょうか。お役人さんを生き生きと、そしてやる気を持って、もともと皆さん公務員になった方はなんかみんなに役に立ちたい、安定した平和で安定した国民生活を作りたい、それに奉仕したい、そうじゃない人もほんの一部、いやもっと多いかもわからないで、いるかもわからんが、しかしそういう志で皆さん公務員になった方もたくさんおられる。特に自衛隊はそう。アンケートやってます。
宇宙選挙のアニメとやってます。
急いでろ。どうもいらっしゃいませ。ソッチー300円の6セメ、ソッチー300円の6セメ、いかがでしょうか。さあ残り時間あと6セメは残り時間あとわずかでございます。ソッチー300円の6セメ、残り時間あとわずかのロトセブンはいかがでしょうか。さあ一口は300円でございます。さあ大きな数字を7つ選ぶロトセブン、本日抽選日残り時間もあとわずか6時30分をぜひこれ協力してってあげてください。残り残り1問、今回のロトセブンはお買い求めいただくことができなくなってしまいます。お願いします。残り時間わずかのロトセブンで当たれば最新の保険の請求を決まっておりますので、皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。さあ残り時間あとわずか、受付終了時間残りあとわずかでございます。なんて悩んだりして。さあ一口は3件、一口は3件でございます。さあお好きな数字、お好きな数字を7つ選ぶお世話は本日6時30分までの抽選でございます。さあ一つの枠の中7個数字を抜いていただいて、一口は300円から当たれば最高4件、当たれば最高4億のロトセブンは残り時間もあとわずか、本日抽選日、本日金曜抽選ロトセブンはいかがでしょうか。はい、土地人選挙の時間もあとわずかでございます。一口は300円でございます。さあ当たれば最高4件、ロトセブンは一つの枠の中で7個数字を打っていただく宝くじでございます。さあ7個打って300円、一口300円でございます。さあ、ロトセブンは、当たれば最高4件、当たれば最高4件となっておりますので、ぜひとも見逃しお買い忘れのないようにご利用くださいませ。さあ本日抽選ロトセブン、本日抽選のロトセブンは残り時間もあとわずか、さあ6時30分を1分でも1秒でも過ぎますと、お買い求めいただくことができなくなってしまいます。